とね、ツッコミの高野です。ボケの安田です。そしてボケの田中です。ということでね、やっていきたいんですけど、ちょっと待って、はい、知らないやついたよ。知らないやつはいないよ。田中っていたじゃん。田中はいます。ここにいないよ。誰もそこにいないですよね。いや、いますよ。いないよ、いないよ。今ね、早速ね、透明マントかぶってきちゃうっていう、そういうボケをかましてくる。田中、透明マントかぶってる。かぶってます、今ここに。きつくないぞ、設定。いや、設定じゃないから。マジで40年ローン組んでるらしいですよ。あ、透明マント1枚に40ローン組んでる。頭おかしいんだよ、大丈夫。まあ、2800万だからね。それなりだね、それなりだ。庶民には買えない価格だって、今横で言ってますけど。それはない、わかんない。いや、横で言ってますね。どうすんのこれ、いけるかも。いきます、いきます。大丈夫、はい、やらせてください。行くの、いきますよ。大丈夫、はい。というわけでね、夏休み始まったんですけど、はい、高野さん、なんかどっか行ったりしますか、夏休み。そうだ、今、帰省はしようかなと思って。あ、帰省いいね。うん、やっぱりお母さんの手料理とかやりたいしね。実家で過ごす夏休みいいな。うん、いや、田中おかしいでしょ。どうした？いやいや、なんかボケました今。今ボケた？全然聞こえなかった今。高野の血って木造そうだよねっていう、なんかそういうシュールなボケかましてきましたよ。聞こえてもね、全然わかんない。今そっちですけどね、田中。誰もいないよ。喋ってたじゃん。ボケた後にすいませんすいませんみたいな感じで、多分すべて分かったんでしょうね。ボケ置いてっちゃったもんじゃん。今動いてんの？いや、田中2周目入るのおかしいでしょうよ。まだ周りには見えてる。いや、風で感じるでしょう。その方がすごいよ、絶対。え、いますよ、ここに。いるの？なんでわかんの、こいつ。ちょっとやりましょう。え、ちゃんとやろう、ちゃんと。ちゃんとやろうね。うん、わしゃわしゃしてるから、なんかそうだ、ね、本当によくないよ。みんな見てるからね。はい。あ、東の子。そうですね。夏休みの話。夏休みの話。田中どっか夏休み行ったりしない？田中に振るんだよ。あ、温泉旅行、いいね。大学生らしいな、温泉。大学生らしい。いいなぁ。そうか。え、そのメンバーで行くの？え、俺全然 LINE 招待されてないけど。仲いいんじゃないの？ここ。え、ゆうかちゃんもいいの？ゆうかちゃんは誰？本当に。知らないよ、俺。マジか。いや、頑張ってこいよ、お前。お前、夏だし、なんかあんじゃないの？ちょっと好きだよ、ワンチャン。ワンチャンあるよ。ワンチャンあるよ。好きだよね、もう。お前、これマント剥がしてやるよ。いや、もうワンチャンなってたから。お前もワンチャンじゃ本当はしたいんじゃない？ちょっとしたいよ。ワンチャンさせてやるよ、お前。いい？あ、ごめんなさい、本当に。ワンチャンしますじゃん、俺。どう、できてる？あ、そっち俺全然知らない人だ。田中以外も。どうも、ありがとうございました。